お疲れ様です東出さんね山暮らしですかあの人生の目的はって聞かれて語るほど私もね、えー、煮詰めたところはないんですけども少なくとも楽しい時間の繰り返しそれから苦しいと思っていてもそれがまたね、うん、後になってみたらいい経験だったと思えればそれがもう何よりなのかなと思うんですよだから山の方にいてね不自由な暮らしのように見えても 火を炊くのが楽しいとか、川で釣った魚を自分で調理して食べるのがあの楽しいとかって感じるんだったら、それが正解なのかなとかね。まあ、スーパーやコンビニでパックに詰まった弁当を買ってきても美味しいのかもしれませんけども、でもどうなんですかね、あの食事を楽しむっていうよりも、お腹が空いたから仕方なく何か買ってきて、 ななななななんんかかか YouTube 見ながらら味もわいいままこう食べてるみたとところなのかなと思うんですよも、ねまあ、私が食事をする時って必ずそういったデバイスとかのまあ影響を受けずにね食べることにまあ集中すると言いますか集中ってことは集中しないんですけども一品一品自炊が多いんでねうまくできたなとか次はこういう味付けにしたいなとかあそろそろ盛り付けるお皿を買い替えたいなとかねなんかそんなことを考えながら食べると すごく美味しいなぁと思ったりするもんですけどねうんそれから人との関わりですけども私は人との関わりはここまで減るとものすごく楽しいというか豊かていうかうん不思議な話なんですけども芸能界には詳しくないんですけども自分の好きな動画コンテンツとかを見ているとその人が自分にとっての有名人になるんですよねそれからこっちで勝手に親近感を持ったりとかその人がどういう考え方で生きてるのかなってことを想像するとなんか ワワクワクしたり、ねうん、なんかねで普段会社にお勤めの方っていうのがほとんどだと思いますけども会社の上司や部下に一定の信頼はいただくけども友情とか愛情ってのだと違うのかなと思うんですよつまり一生懸命働いてるのに友情とか愛情を感じないままいってるのかなって気もしないでもないですけどもどうなんですかねこの辺はね。うん、で当然出世争いってのもあるでしょうし。 うん、それに興味がなければ出世を目指さなくてもいいんですけども出世を目指さない人っていうのは要するに、えー、生産性の上がらない人っていうことで会社からはやっぱり冷たい評価を受けたりとか給料が上がらなかったりとか,なんか嫌がらせを受けたりとかもあるのかなって気がするんですよね、うん。だから山暮らしでその不自由さが楽しめるんだったらそれが正解なのかなと思いますし何でもかんでもコスパ効率とか言ってじゃあそれが自分の人生を豊かにしてるのかなと思ったらそうでもなかったりするんですけどね。うん 私もね、かけずに済む手間はかけないでおこうかと思うんですけども、でも、うん、やっぱり、スーパー買い回りするのも楽しいですからね、こっちで、あの、お肉がちょっと安いけども、あっちの店舗はどうなんだろうって言ってみたら高かったから戻って買うみたいなね。うん、そんなことやったらね、ガソリン代無駄じゃないか、時間も,もったいないじゃないかってなるんですよ。目先の10円、20円。それを分かった上で、やるのが面白いというね。だからその、買い物っていうエンターテインメントをやってみたりとかね、するんですよね。 あとは、どんだけ尽くしても、全く見返りのない人に対して尽くしてみたりとかっていうのも、片っぽでは余裕が生まれたから、そういうふうにね、できるのかなと思います。まあ人っていうのはなんかね、ほとんど感情で行動と決断してるんじゃないかなと思うぐらいですよ。効率を求めてっていうよりも、感情なのかなと。うんまあ、その最たるものが、まあ自分の好きなね、女性と付き合うときですよね。効率むちゃくちゃ悪いじゃないですか、女性と付き合って。 でも、なんかその効率とかを無視して、自分の感情のままにね、えー、まあ、道を委ねたいなぁと思えば、うん、なんかその、好みの女性に入れ上げたりね、時にはそれが、まあ、重なって、二人三人同時に愛してみたりとかっていうのあるのかなと思うんですよ。で、そういうふうにしていくのが楽しい人はそれでもいいと思いますけども、それによってね、 うんなんか不自由さが舞い込んできたりとかうんなんか裁判かけられたりとかしてね厄介ごと事とか苦痛が伴うようだったらもうちょっと上手にやればいいのかなっていうところですかね、うん、まあビートたけしなんかねあの不倫報道浮気報道ってのはあるみたいですけどもあの俺なんて40年不倫してるぞって言ってるみたいですよねでもなんで俺んとこ取材来ねえんだみたいなね40年もあの不倫していてで大体それをネタにして喋ってるんですよね全然来ないらしいんですよ ま、その理由ってのが、うん、なんか、ビートたけしのところに、不倫疑惑とかでね、追求の、報道しようと思って、インタビューのマイク向けたら、放送禁止用語をね、バーッと並べるから、もう取材できなくなったらしいですね。<laughs> だからまさに人生がゲーであり、ゲーが人生なのかなと思いますね。あの辺も、なんかね、まあ、無責任なこと言わせてもらうと、かっこいいなと思いますね。それじゃあ